ベイビーシャンブルズは、元ザ・リバティーンズのメインソングライターの一人、ピート・ド・ハーティが率いるイギリス・ロンドン出身の、ロックバンド。ド・ハーティがリバティーンズを一時脱退していた時に、結成していたバンドだったが、メインプロジェクトになった。アルバムを3枚、EP を1枚、シングルをいくつかリリースしている。2003年の中頃、ドラッグ問題を解決しない限りバンドに参加する。 ことををを拒絶されたドドハーーーーーテテティはモドリバティィはバババンンズのスティーブバーロをボーカルに迎えバンドを結成するベイビーシャンブルズのファーストギグが予定されていた夜、ドハーティはカール・バラーのフラットに強盗に入り逮捕される。ドハーティは2ヶ月の禁固刑の判決を下され、服役する。釈放後、リバティーンズに復帰。限定版シングル、ベイビーシャンブルズを2004年4月にリリース。 2004年初夏、ドハーティはドラッグ仕様により、リバティーンズを再び合体。ベイビーシャンブルズに専念するようになり、パトリック・ウォールデンをギター、ジェマ・クラークをドラムス、ピーター・ペレットの二人の息子、ジェイミーとピーター・ジュニアをそれぞれギターとベースとして迎える。2004年版夏、ドハーティがボーカル、ジェマ・クラークがドラムス、パトリック・ウォールデンがギター、 ドリュー・マーコーネルがベースとなる。2004年11月29日シングルキラマンジャイロをラフトレードレコードからリリース全英8位を記録。ブラックプールのギグではドハーティが先に良い満足に立っていることもできない状態だったので他のメンバーがステージから降りてしまう。またロンドンアリストラのギグではドハーティが姿を表さず暴動が起きた。 2005年1月、ドラマーのジェマ・クラークが脱退。アダム・フィセクが加入。2005年4月から5月、元ザ・クラッシュのミック・ジョーンズをプロデューサーに迎え、スタジオ入りする。2005年11月14日、デビューアルバム、ダウン・イン・アルビオンをリリース、全英10位を記録。8月15日、アルバムからのファーストシングル、ファック・フォーエバーをリリース、全英4位を記録。 11月28日、セカンドシングル、アルビオンをリリース、全英8位を記録。2005年7月、オアシスの UK ツアーのサポートに抜擢されるが、ドハーティが、ケイト・モストファッションデザイナーのエディ・スリマンの誕生日パーティーに出席。ドハーティが、時間内に会場入りできなくなったため、オアシスはサポートをキャンセルした。2月、パトリック・ウォールデンが脱退。 NME アワーズでアルビオンを披露、ドハーティはセクシーな男性アーティストに選ばれる。10月、ジョーストラマーのチャリティ団体のためにチャリティシングル、ジェニー・ジョーンズをリリース。収録曲はザ・クラッシュのジェニー・ジョーンズのカバーソングであり、ラリキン・ラブ、ダーティ・プリティ・シングス、ウィー・アー・サイエンティスツ、クークス、ギリー・マッツなどのバンドも参加している。リバティンズ解散後、 初めてのバラーとドハーティのコラボレーションとなったが、一緒にレコーディングしたわけではなかった。2007年1月、パーロフォンと長期契約を結ぶ。2007年夏、グラストンベリーフェスティバルに出演。2007年10月1日、セカンドアルバム、ショッターズネーションをリリース。プロデューサーは、スティーブンストリート、ロスト、アート・オブ・マーダーでは、バート・ヤンシュンが参加している。 2007年11月、ファーストアリーナツアーを行う。メンアリーナ、ウェンブリーアリーナ、ナショナルインドアアリーナなどでライブを行う。2007年12月3日、アルバムからのセカンドシングル、YouTalk をリリース。レディングフェスティバルに出演。ありがとうございます。